出題形式は知っとけっていつも言います。自分の受ける大学学部だけじゃなくて他の大学学部の問題っていうのも役立ったりするわけですよ。これすら測んないでやるって本当に多いから、知らない単語だけチェックするとかやってちゃダメです。そんなんでどうやって復習してんの。曖昧なところをごまかさないでください。どんな風にね過去問って研究するのかっていうのをね見せたいと思います。ここで始まりましたもてチャンネルです。今回はですね、いや夏に入りましたから過去問のやり方、過去問の取り組み方についてちょっと話したいかなと思いますね。まあよくね質問を受けるわけですよ。過去問どうやってやったらいいですかとかね、赤本はいつから始めるべきですかとかっていうね質問を受けるんですけども、本当に先生によっても違うじゃないですか。赤本なんかやんなくていいっていう人もいれば、赤本はもうとにかく早く始めろっていう人もいるし、もうまあバラバラなわけですよね。予備校のテキストはもともと過去問からできてるわけで、赤本とかをやらない理由はないとかっていう人もいれば、いやいやいや、まだまだ君はそのレベルに達していないんだから、まずは基礎レベルができるようになってからやるべきだとかっていう風に、まあ、分かれると思います。まあ、自分自身は、まあ、どちらでもいいと思ってます。やってもいいし、やらなくてもいいと思うし、なんかまあ一番ね、良くないのは、直近のものを最後まで残しておいて、で、ギリギリの時にやるんだって言って、それやる時間がなくなっちゃうって人ね。だから過去もやらないまま、なんか昔のやつを探して、古いものから順にやってって、結局最新のものにたどり着かないまま受験の日を迎えちゃうとかっていう人いますよね。時々ね、前日にやるとかっていう人もいるよね。みたいなね、前日に過去もやるみたいなね、そんな人もいるんですけども、まあ自分自身は問題を解かなくてもいいけど、そんな全部ね全部を解かなくてもいいけど、出題形式は知っとけっていつも言います。で、夏までにとにかくなるべく単元を終わらせることですね。この夏休みの時までに、まあ浪人生だったら単元別なるべく終わらせてくれと言うんだけど、まあ多少やっぱさ、文法事項ってこう予備校だとね2学期にも入っちゃうんだけど、まあなるべく夏までに終わらせてほしいと。で、現役生も夏休み、まあね今年はちょっと夏休み少ないんですけど、その間になるべく単元別を終わらせてほしいと。単元別っていうのは、あのただ指で出てるようなね、基礎英文法講座で今単元別にやってるじゃないですか。で、あれがまあ一応大きな単元ですね。細かい単元までは、ね、時間がないんで、なんとか夏までに大きな単元、今比較が始まると思うんですけど、それで一応大きな単元全部終わりなんですけど、まあそこまでは終わらせておいてほしいと。なるべく構文とかね、英文解釈ってやってる人だったら、まあそれも一通りのものはなるべく夏までに終わらせてほしいっていうのがあるんです。その後で出題形式別に行くわけですよ。で、この出題形式別の勉強をするときに、自分の受ける大学学部っていうものの出題形式を知らないと、どれが自分のね役に立つのかっていうのが分かんないわけじゃないですか。まあ役に立つって、まあいろんなこと勉強してそれぞれ役に立つとは思うんですけど、どれがバシッとですね自分の対策にねなるのかっていうのが分かんないじゃないですか。だから出題形式はせめて知ってほしいと思ってます。で、その出題形式に合った参考書を選んだりとか、今だったらネットで本当に調べられるので、この出題形式を出す大学とかね、和文英訳を出す大学とか、英作文を出す大学とかっていうの調べられるわけじゃないですか。何でもいいです。医学部で検索してね、それでもう山ほど出てくるわけじゃないですか。なんで自分の受ける大学学部だけじゃなくて他の大学学部の問題っていうのも役立ったりするわけですよ。だそういうことを調べることができるので、まずねそういったものを知っておいてほしいっていうのが一番ですね。で、次にですね、いよいよ過去問をやり始めるんですけど、多くの人がですね、気にするのがさ、まあ大体時間配分でしょ？どの大問にどれぐらいの時間がかかるのかっていう配分ね、知っとかなきゃいけないじゃないですか。これすら測んないでやる人本当に多いから、ただただやるとかね、まあ実際の本番だったらさ、マークシートにマークするとか、清書しなきゃいけないとかで全然違ったりするのに、そういうのあんまり関係ないでね、時間配分とか考えないでやる人いますけど、ちゃんと時間は考えてくださいね。で、次に、もう当然さ、答えはさ、するんだけど、正解数しかチェックしない人多いですね。正解数をチェックしたりとか、割合チェックして、でこれだったらいけるんじゃねえかとかですね、これだったらまだ足りねえなとか、そこばっかり気にする人が多いんですよ。まあそれは大事なことですよ。まあ特にね、配点が示されてる大学の場合は、ああここが割合が高いんだとかね、あだったらここを確実に取れるようにしなきゃ、そのための時間配分考えなきゃっていう戦略をね練れるんで、でこの開示されてないとこね、配点がね、それ調べた方がいいです。一応これぐらいなんじゃないかとかっていうのはね、諸説はあると思うんですけど、まあ一応調べておいた方がいいです。でその後にですね、回答根拠の確認をしない人がすごく多いですね。ただもうやったらやりっぱなしっていう人が多い。で、まあ、やって復習するっていう時に、とにかく知らない単語だけチェックするとかね、そういう人も多いんで、ダメなんです。それじゃ
知らない単語だけチェックするとかやってちゃダメです。そんなんだけじゃ意味ないから、ちゃんとね、どうして正解できなかったのかを調べてくださいね。それで何が足らなかったのか、知識が足らなかったの、その知識って言ったってこれは単語力が足らなかったのか、構文が分かんなかったのか、文法が分かんなかったのかね、語法を知らなかったのかとかいっぱいあるわけですよ、ね、さらには文脈が分かってなかったのかとかね、そう、文脈の問題っていうのは絶対取れなきゃいけないからさ、そういうのさ意識しないでやってる人がすごく多いですね。一体何が原因で間違えたのかを分かってくださいね。だからまあ本文中にさ回答の根拠の印とかもつけてない人いっぱいいるじゃんね。そんなんでどうやって復習してんのって思っちゃうわけですよ。また最初から読み直して適当にやってるんですか。いや違います、音読です、とにかく音読すればいいんですとかってね、そんなことないでしょ、まあ、音読するやり方だってただただ適当に読んでても意味ないですからね。音読することによって、ね、表現がこう身についたりとかしてね、別の問題で出てきた時に あの時のあの表現だっつって解けたりすることがあったりするんですけど、ただがむしゃらに読んでても意味ないですよ。とにかく曖昧なところをごまかさないでくださいね。自分がなぜダメだったのかっていうのに気づいてください。で過去問を進めていくと分かるんですよ。あ、こんな単語出てこないからあれ不正解だったけどよかったんだなとかね、逆にあ、これ読むたんびにこの単語分かんねえって引っかかんな、これよく出てくるんだな自分の受ける大学ではっていうのに気づくとか、そういうことがあるんですよ。過去問を進めていって出会う単語とか気づいてくださいね。なんか単語帳に載ってるか載ってないかじゃないですからね。そういうことがね、まず基本的には大事になるわけですよ。こういった事項がよく出てくるなとかっていうことに気づいてほしいわけですよ、ね、そう、捨て問がね分かれるほどの力がつけばもう勝ちですよ。やっぱり捨て問が分かんないと、みんなどれも正解できなきゃいけないって思っちゃうわけじゃん。難しさが分かんない人が多い。そう、特に難関大学、難関次第を受ける人は一体どの問題が難しい問題で、どの問題が取れなきゃいけない問題なのかっていうのはね、判断できない人が結構多いよね。で、それ解いていかなきゃいけない、じゃないと分かんないですよ。自分自身も山ほど問題解いてるから分かるわけですよ、どのレベルだとかね。じゃあ実際どんな風にね過去問って研究するのかっていうのをね見せたいと思います。でまあ今この2020年のねこの過去のいろんな問題を解いてってるわけなんですが、まあ今ちょうどこれから見るのが東海大の医学部の問題なんですね、まあ、ちょうどね話さなきゃいけない。面白いですよ、東海大医学部って最初のさ長文第1問が長文なんだけど、そう、長文だで終わらせちゃダメですよ。長文でこれぐらいの長さだ、客観形式しか出ないなとかって、それだけで終わらせちゃダメ。東海大は面白い、設問がちゃんと問1、問4から7、問10、11は文を完成させ、簡単に言うとまあ内容1です。内容1のね途中で穴が開いてるやつです。で問2、3、8、9は問いに答えなさい、これも内容1問題です。文に穴が開いてるやつじゃなくてただただ内容1になってる。でそれぞれ絵の中から選べ。問12は指示に従って T か F を選びなさいですね。 T 問題 F 問題ということで、あ、 TF の問題が出るんだなとかっていうのが分かるわけですよ。 True は False ね、めんどくさいやつですね。内容1の中でも細かく見て、あ、空所補充はないけれども言い換え問題、単語の言い換え問題は出てるなとかっていうのが分かったりとか、あ、 Not True とかですね、正しくないやつを選ばなきゃいけないとか、そういう問題が出てくるなっていうことも分かるわけです。問題を解かない、まだ解く力がないよっていう人は、あ、こういう出題形式があるんだなっていうのが分かればいいです。で実際に問題をもう解くレベルに来てる人は解いて、あ、このぐらいのレベルなんだっていうふうに分かればいいです。で問2だったらいわゆる4択の空所補充問題が出てるんですけど、でそこを見てどの程度のレベルなのかとか、あとは一体どういうものが問われてるのかですね。まあ基本的には文法語法問題ですね、ここに出てるのは。で、四角の3番だったら単語の語彙問題になってるわけですね。語句の言い換え問題です。もうね英検準一の上から1級レベルのものがブワーって並んでるんですよ、ここにはね、語句の言い換えで。でだからそういうのを見て、わ、これ単語はすごい強化しなきゃいけないなとか、いやこれ捨て問だなとかっていうね、そういうのが分かるわけです。で次が会話問題、会話が出るなってね、そこでねイディオムをまた言い換える問題だったりとか、内容一致問題が出てるなとかってね、そういうのが分かったりするわけです。問いの語だったら文政序、文政序なんてね、脱大学学部限られますからね、やっぱ対策は必要ですね。題目6だったらグラフ問題です。グラフがあってそのグラフを描写するものの穴埋めになってるとかで、問7だったら和訳になってる、和訳ですからきちんと対策しなきゃいけないですね、和訳問題のね。でどの程度のレベルなのか、まあ有名なねやっぱ構文が出てたりするわけですよ、まあ両方とも統治ですけど今年はとか、かなりレベルの高い単語がね問われたりしてますからね、そういった対策は必要になると。で次が和文英訳ですね、問8が和文英訳になってると。和文英訳っていうのもやっぱ特徴がありますからね、だからこういう出題形式があるんだから、ちゃんと和訳の練習しとかなきゃいけないね、次第ですけど、まあ、医学部っていうのはこういうことがあるわけ で、じゃあ国立の問題やって研究した方がいいかなとか、あ、和文英訳が出てるからこれも国立の問題いろいろやってきちんと対策しておいた方がいいかなとかね、あ、医学部に関する用語とか医学のものがたくさん出てるな、ね、ちゃんと医学用語とか
医学の知識は多少入れておかなきゃいけないなとか、そういう風にやるわけです。わかりましたね。そうです。だから出題形式もチェックしないでただただ過去問やってる人が多すぎる。出題形式のチェックっていうのはここまでちゃんとやんなきゃいけないわけですよ。そこから対策っていうのが見えてくるわけじゃないですか。でだから時間や正答数はまあ大事は大事ですよ。大事だけどそこにばっかり注目しないでください。自分の穴を見る。何ができないのかっていうのをきちんと見る。そしてどうやって対策していかなきゃいけないのかっていうのを見る。これが大事になりますから、はい、こういったことをね意識して過去問っていうのはやってみてください。もちろんね当然いろんな大学や学部によって取り組み方も様々なねバリエーションもあるし、教科によっても違うとは思うんですが、まあこれで今まで全然ただ適当にね問題解いてたっていう人はね、こういったことを意識してやってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひ役立ててもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、この夏大変だと思いますが頑張ってください。はい、 Thank you for watching.